お世話になってます。ノブゾンビです。本日はですね、我が家はこのように本棚にフィギュアを飾ってるわけなんですけども、今回の一番くじドドリアザーボンさんが入る余地がございません。なので新しくフィギュア棚を作ろうと思います。今ねこんな感じなんですよね。うちもう本棚を潰してこのように飾ってるんですけど、さすがにもう限界が来てます。なのでフィギュアケース、アクリルケースを買うお金はないんですけど、まあそれに近いような、まあ近くはないですね、とりあえずフィギュア棚作っていきたいと思います。ではスチール棚買ってきました。本来なら動画を撮っていたんですが、データが破損していたので買ってきた動画は使えないということで急遽音声にしております。で、近所のホームセンターでこちらのスチールラックを買ってまいりました。こちら一つ3400なんぼで税込み4000円近くですかね。で、もう一つ、追加で、これお試しで買った、ステンレスシート。こちら接着タイプではないんですけど、まあお試しでこれを引いたらどうなるかなと思って買ってみました。こちらお値段だいたい1000円ぐらいですね。そして、スチールラックの背面と側面に、取り付ける、こちらのビニール板。まあ、こちら1枚300円しないぐらいで1枚買えるので、で、加工もしやすくて、後々すぐ取り外せることもできるので、とりあえずこちらを2枚購入してまいりました。ではこちら組み立てるにあたって、こちらの棚結構棚の間というか高さが結構取れるので、まあ広々とフィギュアを飾ることができるのかなと思っております。で、柱の部分に穴が開いてますので、後々後付けでいろいろ付け加えることができるのかなと思ってこちらを用意しました。では早速組み立てました。あ、ちなみに組み立てる動画もありません。もう次は組み上がってます。どうぞ。はい、できました。こんな感じですね。こういうスチールラックでこのフィギュア棚作ってみました。ですね、ビニールの板、まあ、そのうちねいじりたいんですぐ破けて、で金銭的にも優しい素材で周りを囲いました。で一応100均で買ってきた LED、この区画だけ貼ってます。2段目3段目は、まあ、長さの関係上足りなかったんで、それはまた次回付け足そうかなって思ってます。後ろがねやっぱこの棚自体が、まあ、3段で結構幅広く取れるんで、ちょっと上の隙間が気になるんで、後ろの方を棚上げして100均でアクリルのものを買っ
ってきて、で後ろに高さを出しつつ飾ってあげればいいかなって。今もう一応フリーザ関係のフィギュア、自分が持ってるやつ全部一応持ってきたんですよね。このピッコロと悟空はフリーザ関係かどうかわかんないですけど、ちょっとね、まあこれちっちゃいフィギュアとかがちょっと半端なところにあるんで、これをね考えてディスプレイしていきたいと思います。いやこれいいっすね。これ多分ちょっとでっかいアクリル板買ってきて、観音開きみたいな感じの扉もつけれると思うんですよ。横にちょうどこのフレームにね穴開いてるんで、でこれ鉄製なんで磁石もつくし、後ろとかも、まあ、ベニア、貼るか、ベニア貼ってそこに、もしくは鏡買ってきて鏡取り付けてみたいな、そういうこともできるかなと。もしくはあの穴開いてる板あるじゃないですか、なんかいろいろ取り付けて、それつけてドラゴンボールのキーホルダーぶら下げれるようにフックつけてねやってみたり、多分いろいろできると思うんですよね。こういう改造しやすいフレーム、こういうスチール棚、これだと進化できると思うんですよね。しばらくはこれでやっていきたいと思います。2段目3段目、3段目一番下は箱とか詰めとこうかな。2段目も他のフィギュアを飾ってやっていきたいと思います。こんな感じでねできました。あとで夜になったら LED 光らして映してみたいと思います。ほいだら、はい、 LED をつけたらこんな感じになりますね。やっぱり上の方がちょっと広く空きすぎてるんで、ここはどうにかしたいですね。100均の LED いいですね。まだこの1段目しかつけてないので、ここしか明るくないです。下はこんな感じですね。この棚を徐々に改造していきたいと思っております。では最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。したっけ？